UEFA チャンピオンズリーグ2000から01は第1回大会が行われてから46回目の UEFA チャンピオンズリーグである。2000年7月12日に予選が開幕し、翌2001年5月20日にイタリア・ミラノのサンシーロで決勝戦が行われ、バイエル・ミュンヘンが1975の76シーズン以来25年ぶり4度目の優勝を飾った。 バレンシアは2シーズン連続で準優勝に終わっている。は、アウェーゴールでの決着を示す。は、延長戦での決着を示す。は、延長戦での決着を示す。1回戦を通過した12クラブのほか、以下のクラブが、新たに加わり、ホームアウェー方式で対戦。UEFA ランキング17位から26位までに、該当する国と地域のリング戦。 優勝クラブ UEFA ランキング10位から26位までに該当する国と地域のリーグ戦準優勝クラブ2試合の合計得点が多いチームが3回戦に進出。第1戦が7月24日と25日に、第2戦が7月31日と8月1日に開催された。勝者はグループリーグに一方敗者は UEFA カップ1回戦に進出は、 アウェイゴールでの決着を示す。は延長戦での決着を示す。予選トーナメント3回戦を勝ち抜いた16クラブに、加え、UEFA ランキング1位から10位に該当するに、該当する国と地域のリーグ戦優勝クラブが出場。UEFA ランキング1位から6位に該当するに、該当する国と地域のリーグ戦準優勝クラブが4、クラブずつ、8つのグループに分け。 総当たり戦で各グループ上位2位は2次グループリーグに3位が UEFA カップ3回戦に進出。もし勝ち点が同じチームが出た場合の順位の付け方は以下の通りである。該当チーム同士の直接対決における総得点該当チーム同士の直接対決におけるアウェーゴール数全試合の得失点差グループリーグにおける総得点 UEFA ランキングの上位の国と 地域2次、グループリーグに進出クラブは、ふと自由 EFA カップ3回戦に進出クラブは、ふと社事敗退クラブは、社事で表記。一時、グループリーグを勝ち抜いた16クラブが出場。一時、グループリーグを突破したチームを4クラブずつ、4つのグループに分け、総当たり戦で、各グループ上位2位が準々決勝に進出。もし勝ち点が、 同じチームが出た場合の順位の付け方は、以下の通りである。該当チーム同士の直接対決における、総得点該当チーム同士の直接対決における、アウェーゴール数全試合の、特殊点サグループリーグにおける総得点、UEFA ランキングの上位の国と、地域準々決勝に進出クラブは太字で表記。第一戦が2001年4月3.4日。 第2戦が4月17.18日に開催は、アウェイゴールでの決着を示す。第1戦が2001年5月1.2日に、第2戦が5月8.9日に開催。決勝戦は2001年5月23日に、シー色で開催された。チーム 1V、チーム2、ありがとうございます。